アストリアはアメリカ海軍の軽巡洋艦、クリーブランド級軽巡洋艦の19番艦。艦名はオレゴン州アストリアにちなむ。その名を持つ艦としては3隻目。アストリアは1941年9月6日にペンシルベニア州フィラデルフィアのクランプ造船所で寄港し、1943年3月6日にロバート・ルーカス夫人によって浸水。 1944年5月17日にフィラデルフィア海軍交渉でジョージ・シーダイヤー艦長の指揮下収益する。1945年8月15日に日本は降伏し、アストリアは第38任務部隊と共に本州沖のパトロールを継続した。パトロール任務は9月3日まで続けられ、その後帰国の命を受ける。9月15日に カリフォルニア州サンペドロに到着し、11月24日まで同地に泊まった。その後ハワイに向かう。30日に真珠湾に到着し、数日間訓練を行った。12月10日にサンペドロに向けて出港し、15日に帰還した。続く10ヶ月間にわたってアストリアは北米の太平洋沿岸を南はサンディエゴから北は ブリティッシュコロンビア州のバンクーバーまでの範囲で活動した。1946年10月15日、アストリアはサンペドロを出港し中部太平洋に向かう。新珠湾を経由し11月2日にグアムに到着した。アストリアは1948年2月半ばまでマリアナ諸島、特にグアムとサイパンで活動した。月日にグアムを出港し、 クエゼリン干礁と新珠湾に立ち寄った後、3月24日にサンディエゴに到着した。その後太平洋沿岸での任務を1948年10月まで継続した。10月1日にアストリアは再び極東に向かう。新珠湾に3日停泊した後、中国の鎮島に向かい29日に到着した。ほぼ4ヶ月間をアジア水域で過ごし、韓国のインチョン、釜山、 日本の佐世保、横須賀、中国の上海、青島などを訪問した。1949年2月16日に横須賀を出港し、帰国の途に着く。新珠湾に帰港後、3月8日にサンフランシスコに帰還した。1949年7月1日、アストリアは退役し太平洋予備役艦隊、サンフランシスコグループで保管される。 1958年5月20日にサンディエゴグループに移管され10年以上保管された後1969年11月1日に除籍される。アストリアは1971年1月12日にビバリーヒルズのニコラ・ジョフィシャにスクラップとして売却された。アストリアは第二次世界大戦の先行で5個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。